大阪企業家ミュージアムは大阪市中央区本町にある博物館。大阪で活躍した企業家をテーマとしており、大阪商工会議所創立120周年を記念して開設された。大阪の企業家精神のルーツを映像で紹介するプロローグシアター、松下幸之助、鳥井信次郎、中内など105人の企業家の活躍をパネルやゆかりの品で展示する。 主展示エリア、企画展を実施する特別展示エリア、車真電気やデジタルアーカイブを所蔵するライブラリーにより構成される。主展示エリアは年代別の3つのブロックからなる。第一ブロックは明治時代の近代産業としての防制企業や金融の発展に尽力した企業家を展示する。第二ブロックは明治以降第二次世界大戦前にかけて 生活の西洋化により、日本の大衆社会に広まった用紙や化粧品、都市の近代化に合わせ発達した鉄道開発などに携わった企業家を紹介する。第3ブロックは、第二次世界大戦以降家電製品や流通業などで戦後の豊かな社会づくりに貢献した企業家を取り上げる。主展示エリアの詳細を日本語、英語、中国語、 韓国語の4カ国語で紹介する音声ガイド機の無料貸し出しを実施している。小中学生向けに漫画の小冊子も用意されている。企業を目指す人や新入社員、大阪不妊者向け研修、小、中、高校生向けの企業家教育など人材開発事業を行っており、2011年度の実績では中学生27団体、高校生22団体、 短大、大学29団体を受け入れた。第1ブロック第2ブロック第3、ブロックライブラリーコーナーのデジタルアーカイブには、この他の企業家の情報も収録されている。ありがとうございます。